だから頑張って、だから頑張ってるね。君の中の神様は君だけを見てる。ありがとうございました。どんぐりずの二人に拍手を。ここからメルヘン平井が何曲かやらせていただきます。最近世の中では物騒なニュースがやっておりますのでですね、メルヘン的ちょっと平和な歌を一曲歌わせてください。何色クエスチョンという歌です。世界が平和でありますように。逃げたかったんだ。
豊かさという言葉の意味を誰か僕に教えてください。僕は欲張りだからいつでも放っておいて求めすぎてしまったりして時として生きてるという喜びさえ忘れてしまう。スマモンのピックは滑りますね。続いてですね、今度はちょっと
ラブソングを歌う。ラブ、いや、ごめん、ラブソングというか、ラブソングだったらちょっと、あの、皆さんと出会えてよかったなという歌です。あの、はい。ラブソングって、ラブソング平和の次の、歌の次は、やっぱラブでしょ、やっぱね。ピース。ピース、ラブ&ピース&オーエですからね。今の世界に必要なのは、もう一回言っていいですか、ラブ&ピース&オーエです。歌います、愛だからって歌で、ラブソング、ラブソング。あ、ちょっと待ってみます。ピクッて、ピクッてだけじゃん、そっちに。さっきだったら掴む位置になる。おいえ。伊勢原から来ました。電車に揺られて来ました。 L と P とまで45分かかりました。思えばはるばる遠くまで来たもんだな。続くよどこまでも、そういう歌もありました。小田急線は新宿で途切れているけど、だけどもそこから別の路線でつながってる。人もつながりだから、君との僕との間柄もそう。ナイアガラじゃないよ、それは滝だよ。間柄、それはつまりは愛だから。ここでちょっと一休み、していこうかなって。君にとってのそんな存在に、僕はなりたいと思っているんだ。おやおやおやおの形のキャンディー食べましたか。宇宙の味は完成した。それはそれは綺麗な緑色だったかな。おそらくは You are the melon かオリンゴ。行ってみたいな宇宙旅行、やっぱり青かったって僕も言いたいけど、それよりも大きな夢が僕の中でふわふわ浮かぶ。おはよう、いただきます、いってきます、ただいま、ごちそうさま、おやすみ、愛してる。何気なく、さりげなく、こんなささやかな言葉を。Thank you.
メルヘン小話を一ついいですか。メルヘン小話なかった。メルヘン小話待ってました。そうでしょ。僕今伊勢原から来ましたって、ね、歌ったんですけど、最寄り駅はその隣のね、愛好市だって駅なんですよ。衝撃だった。そうそうそう、黙ってごめんなさい。でも実家は伊勢原なんですけど、実家は伊勢原、伊勢原に。そうそうそう、それいや、さっき言ったじゃないですか、畑さん、結婚してちょっと家をで実家を出て愛好市の近くに住んでて、でもね、愛好市だってさ、駅名にさ愛がついてるってすごくないですか。ちょっと良くない？ダメ？あんまりそういう駅ないと思うんですよ。愛がついてる駅ってね。騙されないですよ。え？愛がって騙されないですよ。すごいね、なんかメルヘンだなと思って我ながら愛好したい。ますます好きになりましたという話で。伊勢原に謝ってください。はい。どうもすいません。おお。それではこれからのステージはですね、そんな伊勢原。伊勢原図でちょっとやりたいと思いますので、メンバーを紹介します。伊勢原図のカホン&コーラス、センチメンタルひろこさんです。よろしくお願いします。イエーイ。ひろこさん、お弁当食べるんですか。ここでこれお弁当食べるの。センチメンタルひろこさんはちょっと体調をね、やっぱちょっとね、崩しててですね、今日できるかななんていうような感じだったんですけども、いけそうですかね。はい、健康のありがたみが分かったと申しておりましたので、皆さんもマスクしてる人多いな。千代ちゃんも畑やんもひろみもね、皆さん風邪に気をつけて。ああ高木さんも大丈夫ですか。あコンコン、あ大家も、いや、おいえも、雑だろ、おいえも大体、おいえも雑だろ、皆さん、雑だよ、今の。すいませんね。それではですね、ちょっとお待ちくださいね。話せます。あ、来てます。マイクさんも、ひろこさん、声出ますか、大丈夫ですか。大丈夫です。長引きましたね、風もね、なかなか。皆さん、若くない方々も多いので、くれぐれも体を壊さないように。マルクディスタ。いやいやいや、違う、皆さんね、はい、皆さんに言ったんですよ。ひろこさんに言ってないですよ。何言ってんの。ところどころ失礼な話になりました。それでは、じゃあ、ロケットパンチという、両者に向けて、はい、感謝の歌を歌いたいと思います。ロケットパンチ、ワン、ツー、サン、シ。Thank you.
来てですね、さっきあの妙にいい匂いがするんですよ。で、なんか誰か香水つけてるのかなと思って、いや、ひろこさんかな、
ヒロミかな、レベッカさんかなと思ったら、香水の正体はなんとなんと小田健でした。なんで香水つけてんの？答えはもうとっくに out of now。 結局練習するしかないんだろう。こうやって生きていくしかないんだろう。僕も構成してるんだろう。恥ずかしいでもなく言って、春があるとピリッとで宣言してもいいですか、いいですか、いいですか。音楽でやっててよかった、みんなと出会えたんだから。皆さんも後で小田健の香りを嗅いでください。